今回はカラスに混じってトビも飛び回っているようで、そちらを気にしているようです。で決まりました。皆様お待ちいただきありがとうございます。本来はその口絵で呼ぶつもりはなかったんですけども、お腹が空いているもんですから口絵見せた途端に、それを欲しいって感じで突っ込んできました。生きてるハトの方が美味しいはずなんですけども、まあ一応、明日も飛ばなきゃいけないもんですから今日餌の量をちょっと少なめにします。皆様長い時間お付き合いいただきありがとうございました。以上で実演を終了いたします。門下生は整列してください。最初に振り替えを披露いたしました、篠田高情報と、大高も無事戻ってまいりましたのでご協力ありがとうございます。ご苦労さん。ご苦労様でした。ありがとうございます。まあなんとか無事に、ちょっと少し時間かかりましたけれども、無事に、着くことができました。あそこに見えます電通の本社の一番上にちょっと光赤い灯が2つございます。上にですねちょっと光ってるところがございますが、電通さんもですねもう年々いろいろと お金をかけていただきました。かなり高いあそこに鷹が飛べるような台をですね構築していただきまして、そこからこの浜離宮がちょうどこう一望に見えるようにしていただいております。長い間ね電通さんにも本当にお世話になっておりまして、ここを改めて、感謝申し上げる次第でございます。それではね、じゃ最後、本日はご観覧いただき誠にありがとうございました。私たち諏訪流法要術保存会は日本の歴史ある鷹狩り文化を伝承するため努力してまいりますので、今後ともご理解ご支援のほどよろしく申し上げます。それではこれより鷹と門下生が近くに伺いますので、写真撮影ご質問などご自由にしていただければと思います。なお当保存会では鷹匠を目指す